こんばんは、こんばんは。こんばんは。おはようございます。眠いの、とてもとても眠い。一瞬寝ようとしたんですけど、やめました。こんばんは。冬眠するのかな。します。します。ナナシッチお疲れ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。起きたい。ああ、今日はありがとう、会えて嬉しかった。よかった。そう、久しぶりに会えた方がたくさんいたんですよ。嬉しい。はい、しょうかみさん、ハート。ありがとうございます。今日はごめんなさい。あ、いいよ。握手会の服のまま。そうです。そう、これかわいいの。なんかね、光の加減がね、難しい。あれ？黒？黒。え、これ？ん？仕事な、頑張ってください。頑張ってください。え、さやとツーショット撮ったのに、ちゃんと保存できてなくて、悲しい。なんでだ。え、一回か押すパターンだったの？そう、なんか今日、名古屋は全然、これから晴れるよってくらいだったんです。朝の4時、5時は。でも、名古屋から神奈川に着いたらすっごい寒くて、まあ、雨もね、風もすごかったんですよ。びっくりした、こんなに違うんだって。だから髪の毛がピンピン跳ねてるんですよ、横の毛。前髪もなんかダメだ、残念なことになってる。どこに入れた？え、すっごい光るじゃん。ダメだ、どこも。おお、すごい。え？いいポジションがないな。あ。サイはツイッターしないの？なかなかしないです。大事な時だけ。大事な時。サイあの今日の私服いいね。嘘、嬉しい。そう、これはね、最近の買った服でお気に入りなんですよ。なんて読むんだろう。意味がちょっとわかんないけど、これはジェティ様のロゴですね、これ。あの、古畑さんと同じシャツです。のぬしポーズ？カイさん、こんばんは、こんばんは。さや毎日好き。毎日ね。大事な時とは、大事な時、なんかイベントの最終日とかよくやってた。一回しかないけど。
たチャイナサーヤが見たいな。チャイナ、そうだ、チャイナ服ね、名古屋の会場で握手会来たことなくて着ようと思ったんですよ。眠った。あ、こんばんは。こんばんは。ちゃちゃくんです。ちゃちゃくん。ちゃちゃくんです。そう、かわいい。ちゃちゃも黒いから光飛びがすごい。かわいい。ベロ出してない。ちゃちゃはベロ出さない。出さない。吠えないの？いや、吠えます。チワワだからなおさら吠えるんですよ。ちょっとの物音とかで。そう、今日振袖の、私が着る振袖の確認とかあったんで、ね、来たんですけど、かわいい。やっぱりかわいい、綺麗。かわいいというより綺麗。早く着たい。はい、写真ね、早く撮って。モバメで送れるといいな。そう、成人式が来年の1月あるので、来年って言ってもそうだ、もう2ヶ月後にあるんですよ。いった。そう、なんかね、そのために自分磨きをしなきゃってちょっと今日焦りました。本当に焦った。今朝と同じ？違います。私の代は、キューキーは一人しかいないです。髪型もある程度こういうのがいいなってやっと決まってきました。あとはもう髪飾りとその時の美容院さんの考えをもとに完成させるって感じですかね。マイクさん、かわいい。むつみっちたくさんありがとうございます。振袖で前撮りしたの？いや、これからです。え、なにこれ。狭きもんだけど見に行くかな。来てほしいな。朝4時から準備して。早っ。それってあれですか？まあ、そりゃもちろん当日か。13日ですよね、今年は。神田氏決めたの、お姉ちゃんがつけてたやつにしました。かわいい、ちょうど似合うので、服と。なかなか当たんない。そうだよね、そうだよね。すごい光るよ。ダメだ。プライベート成人式の話？いや、AKB さんの方です。地元の成人式にも出たいって思ってます。多分出れなさそう。出たいけど、出れるといいな。さあ、成人式なら当てます。当ててください、ぜひ。住民票写してないの？写しません。
私は神奈川です、ずっと。ザキさん音符ありがとうございます。成人式女の子めっちゃ早起きしなきゃ。そう、でも男の方も早くないですか、成人式だと。あれどうなんだろう。あ、アナさん今日誕生日だって。ちょっとなんか眠くて声が低いけど、ちょっと拍手もできない。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。ダメだ、眠い声が低い。ハッピーバースデーディア、名前が長かったな。今日誕生日の札幌市民のアナ。ハッピーバースデートゥーユー。ちょっと眠くて声が低い、ごめんなさい。おめでとうございます。そう、工場って言うんです。おめでとう、いい一年にしてください。いや、私と会っていい一年になりましょう。寝るとこあるの？え、どこ？入り内島。はい。はい、はい。イヤホンなのでよく聞きました。恥ずかしい。そういう時に限ってイヤホンの方多そうだな。なんかまだ握手会で、レーン並んでる方が多そう。レーン並んでる時は携帯いじれるんですよね。あれー。こんにちは、リトくん、こんにちは。成人式で結婚してたの、え、いいな。もうね、私の周りの方がね、結婚して子供もいるんですよ。もう少しで出産の子もいるので、ああ、もうそんな時期かと思いながら見てます。ああって。なんかこれ気になってしょうがない。何これ、キラキラが下まつげについちゃってんのこれ。あ、あれ、さやも老けたね。老けた、本当に老けた。お湯あげた。まだ報告はSNS じゃなくて LINE も SNS だ、 SNS だで取り合って報告されたので、それから会ってないんですよ。だからお祝いができない、まだ。 SK は廊下でも寝る。そうだよね、星集め失礼します。スペさん、そうだよ、そうだ、イベントいつまでだろう、いつまでだろう、これかゆい。若いよ、十分。二十歳でも休憩内出るとおばさん扱いになるので、二十歳は。11月26、青がキャンセル持ちで入れそう。お、え、もう当選されたメールが来てる方いるんですか、なんとか枠で。29日、え、あとちょっとだ、頑張りましょう。そう、なんか SKE 内で一人だけが参加とかじゃなくて、今回 SKE 内で決めるので、9期から誰もいないし、そう、みんなを応援してますね。なんだお前、初級
見です、ありがとうございます。グッサンありがとうございます。入り口でもさやかです。さや眠そうやね、ちょっとね眠たい。睡眠時間何時間だろう。そう、お姉ちゃんに今日一言かけてもらってなかったら私起きてなかったです。今日危なかった、本当に危なかった。そう、2時に寝て4時に起きたかな。あ、ねうちじまさん、そうです。受験です、よろしくお願いします。ゆうとくん、ありがとうございます。入り口まさかです。2時まで何してたの。準備、ゆっくり準備してた。なんか眠いし動けなくて動けなかった。移動中寝れた。いや寝てないです、ゆっくりメイクしてました。お姉ちゃんグッジョブ、そうナイスだった。そんな目を覚ます一言が気になる。いやたった一言ですよ、さやか起きないのって。それだけで起きました。そう、それだけ。普通なんハッピーがなんかやばいよとかそういう一言じゃなくて、その一言声をかけるっていう、だから本当に浅い眠りだったんだなって思った。その小声でね起きれたから。そっか起きないの、目覚まし鳴ってるよって。シンプルが一番怖いかも。暖房があったから暑い、眠くなるね。12月8日いろいろ話しましょう。なんだろう、待ってます。お姉ちゃん起きてたの、なんか目覚めたんですよお姉ちゃん。その前に結構寝ちゃってて、お姉ちゃんがかゆいよ。お姉ちゃんと似てるの、私的には似てないです。でもなんかねやっぱり似てるって言われるんですよ。似てないんだけどな、似てないんだけどな。あー一瞬で寝れそう今日。8日の9時からワンチャンチャイナ、あそうだ振り替えの日、そっか名古屋だ、確かにもう一回チャイナドレスいいかもしれない。まあ自分からしたら似てないと思う。そう、寒くない、え多分寒い。でもね喋ると暑くなるからちょうど良さそう。でもなんか手ずっとこうやって持ってるから震える。あすごい震える、画面は分かんないか。すごい白、ポジションがほんないね。白、壁と一緒の色しちゃってるよ。近
近いと平気なんですけど、ちょっと近いとスクショが嫌なので遠くがいいんですよ。あ、こんぐらいがちょうどいいけど、ちょっと手伸ばしはきついな、震えるダメだ、ここが限界。あれ、さっき15分経った？あれ経ったっけ、どっちだろう、見えなかった。あ、立った、早っ、見えなかった、全然何喋ってたんだろう。次会えるのクリスマス、でもクリスマス会えるの嬉しい。あ、さっき立った、236、ありがとうございます。より可愛い、そう可愛いの、可愛いのお気に入り。クリスマス何部、何部だろう、今手元にないから分かんない、紙ボードが。何部だろう、なんかね、昨日見た感じ135みたいな感じだったんだよな、そこらへん。3部、あ、合ってた、3部ですって、覚えておかなきゃ。気に入らない服は着ない、うん、基本そうかな、まず買わないからな、好きなものしか着ない。でもみんなそうだよね。ワンショット撮りたいです。ワンショットよりツーショットがいいよダメ？ダメなの？行くよ、ありがとうございます。みんなワンショットだ、あれどうやって撮るんだろう、お腹から上かな。そうだよね、ツーショットとワンショットと選べる、そうだそうなんだ。でもね、今日の写真、写メ会っていうの、今日のも写メ会でも、あの後で私だけの写真を、あの切り取れるように離れてわざと撮る人がいるんですよ。まあ、いろいろ考えてるのすごいなーって思ってそう、切り取る、切り取る、今何分あったら私秒で寝れるんだろう、違う、秒じゃないな、もう何分あったら寝れるんだろう。思春ガールズ公演、踊らなきゃいけない、踊らなきゃ、頑張ろう配信しながら寝そう、最初寝そうかなと思ったけど全然寝れない携帯持ってる手が辛いから逆に目覚めそう寝不足？今そう来たー、ちゃちゃはもうどっか行っちゃった、初日メンバーのアガシ戦おめでとう、出てないですよ、2回目に出ました、悔しかったなぁねえ、懐かしい、もう引き立つの早いなぁ、あ、26日、あれ26日あれ初日っていうの、でもな、その日だけ特別なシャッフル公演だから初日、初日ではないかな、
来ちゃった、かっちゃんありがとうございます。明日何応援してるよ、ありがとうございます。のび太くんより早く寝られそう、寝られる自信ある今なら。あ、青が初日メンバーの中に入っ、あ、そういうことか。あー、やっと納得した、そういうことか。そう、よかったです、野々木さんに本当に感謝。そう、最後に出られるのが嬉しい。よし、もうそろそろ終わりにします。ランキングを見ます。1位マイク、2位ミズティ、3位コジコジ、4位タツヤ、5位メルローズ、6位わた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 、7位小雪、8位まさき、9位ユニール、10位カズヤッチ、11位むつみ、12位ヨダ、13位ナナシ、14位トモッチ、15位カツ、16位ツインギーザ、17位銀一の剣、18位ルナール、19位ケイパパ、20位ヒデ、38位スカーちゃんの彼女、おお素敵素敵よし、こんなんでごめんなさい、明日はちゃんとしっかりとした配信にします。皆さんも多分私が一部だったので、皆さんもね朝早起きだったり前乗りしてくださった方もいて寝不足だと思うので、早くゆっくり休んでください。スクショします。さあよ、はい、ごめんなさい、本当今日こんなんでかわつ。今日も島民の皆さんが大好きです、ありがとうございました、ごめんなさいね、本当にありがとうございました、バイバイ。